こんにちは、ピアノ K チャンネルです。ジャズコード帳シリーズ21日間プログラム第5日目です。今週はメジャーセブンスについて一つずつ解説していきます。今日は G メジャーセブンス。このプログラムは途中からでも参加できますので、単語帳のような感覚でお使いください。それではレッスンスタート。はい、それではレッスンを始めます。今日は G メジャーセブンスのコードの解説をしていきます。ホワイトボードを見てください。 G メジャースケールをの音階を書いています。 G から始まって G A B C D E F シャープ G、 こちらにも平音記号でソラシドレミファソというふうに書いています。分かりやすい方で見てください。そしてこの G をルートとして1番目の音ですね、そこから3番目の B、 5番目の D、 7番目、ここにちょっと7が書けないんです、次ここに書くので、なので7番目ここに書いてますけど、7番目の F シャープを縦に重ねて書くとこうなります。ピアノを見てください。 G B D F シャープ、左手で弾くと G B D F シャープ、これが G メジャーセブンスの響きになります。ホワイトボードを見てください。この G 三角セブン、そして G 小文字の MAJ、 これはメジャーの意味です。セブン、これはあと表記の仕方が違うだけで、全て G メジャーセブンスのを表しています。それでこのルートですね、ルートの G を一番上に持ってきて展開形を作ると、これが一つ BD、 そして F シャープので、一番上に G を持ってくる、これ第一展開形と言います。でこの今度 B を一番上に持ってくると、もうどんどん上になるので、ここの下から書こうと思います。 D が一番下、 F シャープ、そして G があって、そして B、 これが第二展開形と呼ばれています。でまたこの一番下の D を一番上に持ってくると、一番下が F シャープ、そして G B D っていう風になります。これ第三展開形と呼びます。もう今名前のことはいいので、とりあえずこんな展開形があるということと、あと基本形で覚えていただくと一番わかりやすいと思います。それでは今日のレッスンはここまでです。明日は A メジャーセブンスについて解説していきます。明日もぜひお会いしましょう。